どうもお願いします。R1 やります会見呼ばれません芸人の出番です。ということでね、私普段学習塾で塾の先生やってまして、中学生に国語を教えてるんですけども、国語ね、中学生のまあ入試とかで国語の4択のね問題っていうのがあるんですけども、今日はですね4択問題テクニックということで、もうある程度のレベルの問題に関してはもう本文とか一切読まなくていいです。もうその選択肢だけ見ればこの選択肢が、もう×かどうか分かるよっていう話をしたいと思います。例えばですね、これ今から選択肢の文章だけ見せます。本文じゃなくて選択肢の文章だけ見せます、ね、学校でこの世界を生きるのに必要なことを教えても、学校を出ればその知識や力は必ず剥落してしまうということ、ね、こういう選択肢があったとします。これを見てパッとこれはバズだと思えるかどうかと思います。何かと言いますと、ここですね、必ず、ね、選択肢の問題で必ずとか全てとかこう 100% を表す言葉が入っている場合は、必ずではないからみたいな理由でバツになる可能性が非常に高いです、ね。同じくこういう必ず全てあらゆるみたいな感じでこの言葉が入ってたらバツっていうのがあります、ね。あとにも、あと他にも選択肢を見ててもう意味がわからない選択肢っていうのは選ばないでください。この2つだけ押さえてるだけでも結構正解できます。じゃあ今から4択出しますんで、もう問題とか関係なく4択だけ見て正解かどうか判断してください、ね、こちらですね、はい、見てみましょう。まず、はい、全米が泣いた、これは、はい、全米ではないのでバツみたいな選び方ができます。これ全米が 100% を表しますね。でパフェを頼むという選択肢、パフェという言葉はパーフェクトが語源になってますので完璧 を表す言葉なのでこれはバツになります、はい。そして出没、アドマチ着天国、これはまあ完璧を表す言葉はないですが、よく見てください、意味が一切わからないです何がアドマチック出没ありますから、これは選んじゃダメです。でほぼホタテはほぼなので OK です。これこれは選んでいいですよ。他にもですね、これ選択肢だけ見て選ぶ方法他にもありまして、例えばこういう問題ありますね。あ、犬、い、猫、う、ライオン、え、車、ね、こういう風に選択肢が4つあったとします。こう見た時にもう推理で選べるんです。例えばこう見た時に明らかに車だけ仲間外れだから、まずこれは消しましょう。可能性として低いです、ね。で作文者の気持ちになって考えた時に犬と猫っていうのは結構対応して語られがちですよね。で猫とライオンっていうのは種類として似た種類の動物なわけですね。っていう風に考えると、どちらの選択肢も猫と関係をしているから猫が正解である可能性が高いと、猫との引っ掛けを作っている可能性が高いっていうので猫っていう風に絞られるわけですね、こういう考え方もあります。じゃあこれちょっと今の考え方を使ってこの問題解いてみましょう、ね。あ、赤、金、青、う、こん、え、剣、なお、ね、はい、このような選択肢があったとします、ね。まあ、作文者、僕も結構問題作るんですけども、作文者の気持ち的にはやっぱ関係ない選択肢はこのぐらいいきたいですよね、まあ、ねで、まあ、赤と青は対応するもの、反対のもので、え、青と紺は似た色ですから、まあ、青が正解っていう形になります。ただこれちょっと深読みしちゃうと赤マムシの引っ掛けかみたいなすごい考えすぎると、こんなおこかあんまり考えすぎないようにしてください。続いての問題ね、あ、そば、い、うどん、う、きしめん、え、水、ね、これもまあ麺類の引っ掛けで、まあ、うどんとそばが逆のもので、うどんときしめんが似てるからうどんだっていうふうにいけます。ただこれも深読みするとほぐし水そばかっていうふうにいけちゃうので、これも深読みしないように気をつけてください。他にもね、あ、やかん、い、鍋、う、ちゃんこ、え、替え玉、ね、こういうふうになったときに、まあ、やかんと鍋が逆のもの、鍋とちゃんこが似たものっていうふうになるんですが、ここであれ、鍋やかんの替え玉じゃないすぎないようにしてください。これ関係ないですから、パッと見て関係ないのは切りましょう。他にもですね、あ、京都、い、東京、う、埼玉、え、池袋、ね、ちょっとこれは難しめですけども、まずまあ都道府県じゃないから絵は切れます、ねね、もうまあ京都と東京が逆で、ここが似たものっていうので東京になるんですけども、ただあれでも池袋って埼玉だよなっていうふうにまあこれもあり得る、2票入っちゃう可能性がありますね。あ、昆布、い、海、う、だし、え、なんで、これね全部テストもじゃんって思っちゃいがちですけど、ただこう
見たときに、あと、いと、うは名詞で、これだけは疑問詞なんです。だからこれはまず切りましょう。昆布と海が関係してますし、昆布と出汁が関係してますから、昆布2票で昆布っていうね、考え方ができます。間違いでしてください。最後こちらですね。あ、まだ、い、かな、う、だい、え、たく。ね、この問題は難しすぎるので、諦めてください。あまり時間を使わない方がいいものですというわけで、いろんな選択肢でした。以上です。ありがとうございました。